火災とは、室町時代の武家に多く見られた一家あるいは一、門内の職跡の一種。課長に代わって、火星を取り仕切る職跡のことで、火事を裁量するという意味合いからこの名がついた。関東官僚を務めた三内上杉家や大木谷、上杉家では、筆頭重臣として火災が置かれ、三内上杉家では、長尾市一族が代々任命され、大木谷上杉家では、 大田氏が火災を務めた。室町期には、武家の当主は経営において、在京暴行し両国の支配は、火災が担当する役割分担がなされていたが、戦国期に各地が乱国化すると、当主自ら在国して、支配に携わることが多いが、法徳2年に、鎌倉公方の足利茂氏と関東官僚が、対立した江ノ島合戦に際しては、足利茂氏が、 両上杉家の火災を求断しているなど、在地支配においては依然火災の権限が強大であった。そのため当主と火災との間に対立関係が発生し、三内上杉家では、文明9年、長尾影春が、主君、上杉明貞に対して反乱し、大喜谷上杉家では、文明18年に、火災、大田道館が、主君、上杉貞政,政により暴殺されている。 戦国時代から江戸時代にかけては、過労、宿労がより一般的になった。近世以降になると、火災の権限を縮小して、純粋な課長の指示を統括する役職として、広史時期用人、用人、側用人、加齢、家父長、羊などの故障が見られるようになる。これら用人の職権は一様ではなく、幕府や藩によって異なる。例えば、 江戸幕府にあっては、川用人は、老中との取り次ぎを第一の任務として、将軍家の大奥や細かい指示は、広志式用人やそば衆の役目となる。ありがとうございます。